市原合戦は、自称4年9月7日に、信濃国で起きた合戦。前行寺浦合戦とも呼ばれる自称、樹影の乱の中で起きた合戦の一つ。資料上に、初めて現れる源義仲が関与した戦いである。平家に組みする信濃の豪族、笠原平行頼直が、源義仲討伐のため、基礎への信仰を企てた。それを察した。 源氏法の村山七郎吉野を得利たジ部と大宝氏半角らとの間で自称4年9月7日に品濃国水内郡市原付近での戦いが行われた。勝敗はなかなか決着せず、ついに日没に至る。矢が尽きて劣勢となった村山方は、源の吉中に援軍を要請した。それに応じて大軍を率いて現れた義中軍を見て、 笠原勢は即座に退却した。そして、越後の豪族、城氏のもとへと逃げ込んだ。このため城司職が、源義仲軍の倒滅を期して、大軍を率いて、信濃国に侵攻した。そして、川中島への千曲川とか地域となる天宮の私の、対岸にあたる横田城に布陣した。こうして横田河原の戦いへと続くこととなった。中野氏笠原が、 支配地域と考えられる。ただし、市原合戦当時の吉中は、茂野氏の支援を受けて、拠点を、基礎軍から、佐久軍、小さ方軍に移していたとする、和志刺激げ岸沼和ずの説もある。この説に従えば、笠原の進行目的は、佐久、小さ方方面だったことになる。長野市と須坂市にまたがる村山を、 支配地域とした説と長野市篠ノ井村伏せの村山が拠点とした説がある現在の長野市は笠と市村神社南面にあたる川中島への西川とか地域と考えられている。あず鏡は合戦発生地を市原とするが笠原、村山、栗田の諸子の勢力圏内に該当する地名がないため栗田の本拠地に近い市村の五きと言われている。ありがとうございます。